皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんと共にキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。はい、現在北海道で旅をしています。北海道もいよいよ終盤となりましたが、僕たちはここ最近まで体調を崩しておりまして、はい、あの農業体験っていう動画を出させていただいて、まあそれまでは良かったんですけど、その後、まあ疲れとかいろいろありまして、お互い体調を崩しておりました。1週間ほどお休みをいただきまして、札幌の方から函館の方まで移動してきました。はい、でお互い体調が戻ったということで、回帰祝いじゃないですけど、函館のグルメの方を思う存分食べていきたいと思っております。体調が悪い間は5日間ぐらい、喉を何も通らないぐらい、ゼリーも通らないぐらい。そうだね、りょうくんはそんな感じだったね。はい、ひどい状況だったので、はい、美味しいものをたくさん食べて、これまでの分を晴らしていきたいと思います。残りの函館も楽しんでいきたいと思いますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。はい、朝ごはんに選びましたのはこちら、長谷川スターの焼き鳥弁当です。焼き鳥ってこのひらがなの鳥で、豚肉でございます。函館にあるローカルコンビニエンスストア、見た感じはちょっとセイコーマートに似てるけど、これが売ってあるのは長谷川スターだけということで、この場所で焼き鳥を焼いて作ってくれる、出来たてです。7時から開いてて、ほんと朝にも昼にも夜にもいいんだと思うけど、小サイズで530円でした。今回は食い倒れ企画ということで、そうですね、たくさん食べていきますので、もう2人で1つ小1つにした。はい、どうぞ。先に君がガラナからいただきます。私もガラナから飲みたいです。それなら新生姜もついてます。違うの、なんかいろいろあるけど、結構全種類飲んできたけど、セコマのガラナと味は一緒かね。セコマのガラナがあるっけ。あー、はいはいはい、あれね。だからそもそも俺らがコーラ大好きかっていうと、そういうわけではないじゃん。うん、別に好きじゃない。まあ甘くて美味しいって感じですかね。本当に喉乾いてる時にはいいかもしれない。うん、別にコーラじゃないよ、ガラナって味もちょっとブドウっぽい。それはないよ。まあ本当に甘いジュースです。いただきます。串もいくつも売ってあるから、他に食べ追加で買ってもいい。豚ロース、そうだね。まあ全然甘辛ソースとかじゃなくて、タレ、タレでしょ。でもタレが、肉しっかり出来たて。出来たてすごいよね。おいしい。まあ先に食べてください、ゆっくり食べたいから。いいね、仕事の休憩中とか買いに来ていいね、現場の方とかさ。その場で焼いてくれるところがいいね。うん、これ醤油強めのタレで、うーん、肉も柔らかい、美味しい。一人だったら小サイズでちょうどいいかもしれない。本当だね、なんか焼き鳥屋さんのタレじゃないね。甘い感じではないよね。うんうん、これはガラナのせいで甘く感じないだけ。違うよね。醤油辛いような感じ。うんうん、今日が火曜日でして、金曜日にはもう函館を出る予定でございます。それまでにもう一回食べに行きましょう。そうだね。このような感じなのですね。想像してるのとは違いました、このタレの味は。本当、お弁当感が出るね、海苔をつける。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次はラッピに行きます。
ただきます。いただきます。ちょっとこれでかすぎ、やば。どうでしょう。これフォークで食べる。あ、スプーンで。うわ、このチキンが甘い。どうぞ。鼻の下めっちゃケチャップだらけ。やばい。フライスでか、想像以上。うわ、ふわふわだな。いただきます。おいしい。このポテト何？何がまとってんの？チーズ？ホワイトソース？グラソースチーズっぽい。超ふわふわ。オムライスってこんなにおいしいんだ。なんか不思議だな。これポテトなの？なんか初めて食べるものすぎて。この店内ワクワクするね。なんか他と違って。おいしいよこれ。卵高いのにありがたい。うわっ、怖いよね。なぜこのお店にしたかっていうと、道の駅ナイロナナイからめちゃくちゃ近かったっていうところと、車で 1,2 分ぐらいにあります。あとは本店だから、総合店にやっぱり行くべきだろうということでここにしました。人に食べられることの幸せをこう数日間で飛びしました。食べたいけど食べられない。よく言ってる。そんな状態やった。このボリュームがすごい。中に入ってるチキンが甘い感じ。ボリュームがやばい。とりあえずバンズのごまがやすげえ。ごまだらけ。でかい。バンズがふわふわで具だくさんだね。今日オムライスまで一緒に頼んだりしないんだろう。オムライス美味しいって聞いたから食べてみたかったけど、確かに美味しい。すごい美味しい。一人弁当ショーでよかったか。ちょっと想像を超える大さんに衝撃受けてる。すげえ遊園地みたい。夜はなんかイルミネーションいつもやってるみたいで、夜に通ってもすごく目立つぐらいのお店。なんか見た目でお腹いっぱいになるくらいのやつ見えてる。初めてのラッキーピエロはどうですか？満足です。もうすでに満足。半分で満足。中の唐揚げみたいな、でかすぎんか。マジでかい。超でかい。唐揚げ定食かな。本当に。やみ上がりの意味は入りすぎる。食べきったよ。素晴らしい。やばいぞ、これは。オムライスバカでかい、マジ。実際ごく普通ぐらいだ。だって、ハンバーガーめっちゃボリューマイだったんだもん。あんたはハンバーガーとごく普通。ハンバーガーとこれ、つらい。お腹いっぱいしてきた。幸せでしょ？食べられなかったからね。贅沢な幸せ。この大きさで600円。安いよね。安いけど1000円ぐらいっす。一緒に頼むもんじゃない。まだまだ食べないと。食べれる気を。おお。ごちそうさまでした。美味しかったです。隣に帰ってきました。大丈夫か。大丈夫か。あー、胃袋がね、なんかこうなってここボンドで固められてるみたいにね、こう食べてもってなってる状態。開かないってこと。そう、本当にね、病み上がりで全然食べられなかったから、胃がこう普通これぐらいなのがこれぐらいにしてる。だってりょうくん食べてたのマジゼリーしか食べてなかったよ。てかゼリーさえももういいって言ってたもんね。食べれんって言ってたもん。確かに。いや、胃はちっちゃくなるわ。私はまだ割と食べられてたんだけど、そんな急にさ、揚げ物バーン、マヨネーズドーン、確かにビッグサイズオムライスバーンってな、無理。ポテトやばかったね。ポテトは重い、あれは。あれは重いですよ。あそこでしか食べられないんだろうけど、あのホワイトソースはちょっと重すぎちゃった。今の我々には。ハンバーガーが美味しかった。美味しかったです。バンズがね、ふわふわして、それが美味しかった。ふわもちで。
こんなに満腹感と戦いながら食べるラッキーピエロになるとは思いませんでしたが思いませんでしたけど美味しかったです。美味しかったでございます。今からは函館市内の方に行きまして、うん、まあ、ちょっと休憩してまた食べたいと思います。次はどのような胃もたれが待っているのか乞うご期待です。3時のおやつはスナッフルズのチーズオムレットが有名なので買ってきました。値段は4つで864円。駐車場があるところを探した結果ここになったという、中にもあったけどね、車を止める場所は。そんな嘘。うん、すっごいチーズふわっふわですね。ふわふわ、ベイクドチーズケーキをふわふわにしたような感じ。想像してるよりもチーズじゃない、そんな濃いチーズケーキじゃない。スフレチーズケーキっぽいけど、うん、そういうわけでもない。軽く食べられる。軽い、重くないぞ。中にもこんなのが入ってます。これ洗ってあのコースターとして出せるらしいよ。あー、なんかステッカーとかにもできそうだ。あーじゃないの、違うの。え、本当の話？違う話。嘘？嘘。嘘だったの？あーじゃないのよ。そういう風に使えるんだな、なるほどなと思ったら。どう考えてもちっちゃいじゃん、こんなん。味の種類もあったよ。チョコとかもあったし。美味しかった。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。北海道三大ラーメン、これで制覇でございます。札幌と旭川の醤油で、函館の塩、ほんとこれで最後。これのラーメンは動画に撮ってないなっていうか、うん、すみれってとこで食べた。うん、うわ、すげーあっさり。超あっさりです。美味しい、美味しい。麺が超透明な、半透明な感じ。うん、縮れ麺なんだけど、ちょっとストレート麺に近い。うん、細麺なの、ね、うん、美味しい。締めにふさわしい朝のラッキーピエロが浄化されるようだ。うん、なんか締めで食べに来てるような感じ。超あっさり美味しい。あっさり好きな人にとっては最高に美味しい。こだってに来てからずっとラーメン食べたかった。まあ、ラーメン食べたかったよね。ちゃんと駐車場も店の横にあるんですけど、目の前にラッキーピエロまである。あとは五稜郭の近くなんで、五稜郭に来たついでに来るのもありだと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。1日かけて函館グルメを食べました。はい、めっちゃ食べました。もう食べて寝て食べて寝てお昼寝もしましたのでそのような生活をしておりました。今日食べたのはすごくメインなところばっかりなわけなんですけども、うんうん、これ以外にも美味しい函館グルメはたくさんありますので、はい、この観光の中で少しでもまた食べることができたらいいなと思います。はい、今日食べた中で、まあ、一番インパクトがあるのはやっぱり目の前にもありますけれども、ラッキーピエロでございます。うん、オムライスがでかすぎてオムライスめっちゃびっくりしたっちゃけど、ちょっと苦笑いしてしまったリハビリ食のつもりがもう1食目からラーメンの方がリハビリだったんじゃないって思うもん、うん、まあ、でも本当に今のボリュームで安いし、うん、ご当地グルメナンバーワン感じでさすがだなと、噂に聞くだけあるなと思った。うん、あと函館は到着して速攻あの過ぎて札幌まで行ったところだったから、うん、なんかほんとこんなに食べ物あるんだなって思ったら、あの時今ちょっとでも食べてたら今こんなにたらふく食べることもなかったんだろうなって思うぐらい函館グルメめっちゃある。まあでもどれも今日食べた中のは美味しかったなと思います。幸せな一日でした。はい、胃袋はちょっと大きくなりましたか？
ちょっとは戻りましたね、うん。私たちの動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。手和田夫婦でした。さよなら。ごちそうさまでした。お前、ネギついてない。うん、ついてる。いただきます。先に説明します。はい、朝ごはんに選びましたのはこちら、長谷川スターの焼き鳥弁当です。焼き鳥ってこのひらがなの鳥。